この番組は配信ばかりしていて社会性がゼロの二次三次ライバーと一緒に世の中の不思議や知らないことを分かりやすく勉強する超次元情報バラエティ番組です。もう無理よ私は。いやちょっとじゃあまあ変な感じになってるんで変自己紹介からお願いします。はい、はいはい、早瀬そうですよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で、まあ、まあ、イブラヒムがいて、はい、なんか私のなんか名前貼られてるんだけどガムテープ、まあ、まあ事情があるんですよ。取り急ぎ作った感があるね。取り急ぎ感やば。そしてあ、決して怪しいものではございません。ミランケストレです。よろしくお願いします。初登場でございます。怪しいけれどもね、大変だ。まあまあまあ見てる人にも説明すると、はい、まあこの乾とこの席に、はい、まあ、早瀬そうっていうライバーがいるんですけど、いつも存じております。そう、そこに座ってるんですけど、うん、ちょっと今日体調がね、あ、優れないらしくて、この奈良香の席に乾とこがもともといて、あ、なるほどね。あ、じゃあそう、まあ乾さん一回 MC もやってくれたことあるから、やってないやってない、じゃあ代理で ね今日やってもらおうってなったら、まあ開くじゃないですか、ね、もちろん席が一人減ったわけだから、うん、で暇そうだったらしい暇そうだから呼んだらしい連絡したらすぐ帰ってきたらしい。そう、15分でガチで、あ、いいっすよ行きますって返事した。フットワーク軽。いや私はだからゲストやと思って、早瀬さんが来れなくなって、でも乾さんがいるじゃんってなってって言われて、いや、いるじゃんじゃないの、別にいるからなんなんていう話まあそうね、とまあ結果的にはそうなったけど、そうですよ、私は全然この番組関係ないから、いやいやみんなでやろうよ、みんなでやろう、声があります、知らない番組なんでね、はい、そんな中でミランケストレルこと、はい、ミランケストレルはね、はい、ミランケストレルです、初登場ということで、はい、こんな回でよろしくお願いします。いやちょっと異常な回なんですけど、うん、まあ、やりづらいかもしれないんですけどね、うん、何してるタイプのライバーなんでしたっけ普段は。そうよね、知りたいね。まずは、まずは普段何してんのっていう、普段何してんの、トキマ同士をやらせていただいております。トキマ同士らしい、何それ、なんかすごくない？じゃあ今日の収録日変えてくれよ確かにスタジオがどこも空いてないらしくて、ね、なでちゃんをね無事の日から連れてきてもらっていいか、どの時間を探してもダメだったか、それあの D4C 使わないとじゃあこっからは乾さんに丸投げします。よろしくお願いします。というわけで今日は体調の悪い早瀬そうの代わりに MC なんかやるって書いてあるけど、私は全然やる気はないですけどいやもうあの渋々書いてあることだけは読みますんで、よろしくお願いいたします。では今日のテーマどうぞ。それでは本日の学習テーマ発表です。おいそろしいやこらデブデブデブだよ。春先の暖かさが心地よいですね。スパイス細菌豆腐とかワインとか、ちょっと大人向けなことばっか取材してるな。若者を取り入れるのがコンテンツの継続には大事とか聞くし、若い女が好きそうな最新スイーツとか取材してみるか。んじゃあ早速派手でうまそうな海外スイーツとかを。うん、甘い甘い、砂糖のように甘い考えだねデビル君。何かかっこいい声聞こえてきた。お菓子のことなら私にお任せ。砂糖の国の王様プリンスシュガーのお出ましだ。春先だから変なやつもうろついてる。デビル君、お菓子の取材をするのであればまずは原種を知るべきだよ。日本伝統の砂糖菓子、それこそ取材するにふさわしいお菓子さ。砂糖菓子、なんか砂糖を固めただけみたいな地味なやつだろ。それなんで若い人間が見てはるとは思えないな。シュガーバランチ甘いもったいないよ。ということで、江戸時代からの伝統を守るお菓子から若者にも人気の映える砂糖菓子まで、今回は桜の季節にぴったり砂糖菓子をお勉強します。砂糖菓子うわ、もうシュガーバランス最悪の技、二度と受けたくないです。もったいないよ。なんか砂糖菓子ですか書いてたからね、それは砂糖菓子ですね。砂糖菓子、改めて砂糖菓子ですよ。
和菓子なんかの可愛らしいお菓子って素敵だなって思いますよね。映えるしね。感性が合ってねえな番組と。あれでね。映え映え。綺麗すぎる。心が。ダメか。ちょっとピュアすぎた。いやいいですよ。綺麗事すぎたかな。いやいい、めっちゃいい、めっちゃいい。寄り道がすごくて、結果何が言いたかったのかも私は全然分かってないんですけど。いつもこんなことしてんの？そうだよ。いつもこんなことしてる。やってらねえよ。であればもうちょっと詳しい台本をもらわないと。いやそうなんだよ、ね、3ページだからね今回ね。初見のリアクションでいいわけよ、ね、楽しみ。それでは虹バラ調査開始、はい、VTR スタート。ここにはお大事に。ピンクです。殺さないで。もう二度とこんなことさせないで。私ピンとこないけどな。ここには東京で最後の歴史ある砂糖菓子を作っているお店があるのさ。ぜひ行ってみてくれたまえ。あいつのキャラなんかつかみにくいんだよな。親戚かもしれん。親戚。江戸じゃがしねえ。こらこらデビちゃん、まずご挨拶でしょ。はい、江戸駄菓子万年堂の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。この和菓子職人にしか見えない人が代表の鈴木さんね。どんな菓子作ってんの？うん、じゃあうちで作ってるお菓子あるから食べる、おいで。軽いのよ。この菓子は柔らかすぎる。子供に話しかけて。うちで作ってるのはこれです。何これ。これはね、金華糖というお砂糖だけで作ったお菓子だよ。砂糖だけでできたお菓子ってうまいのか？それがシンプルで美味しいんだよ。まあせっかくだから食うか。思ったより硬くてぎっしり砂糖。でも不思議と面白ないな。砂糖だけなのにうまいな、これ。うまいの？美味しいでしょう。金華糖は江戸時代から続く伝統あるお菓子なんだ。都内でね作ってるのはね今うちだけなんだ。この可愛いお菓子金華糖はもともとはお殿様に献上される贅沢なお菓子だったんだけど、結婚式やひな祭りのお祝いのお菓子として広まって、次第に子供たちにも愛されるようになった駄菓子の原点なの。今でも石川や富山ではよく作られてるんだけど、東京ではこの万年堂さんが唯一の作り手なんですって。そんな江戸最後の職人鈴木さんに金華糖作りを見せてもらいましょう。はい、今から金華糖を作ります。金華糖はお砂糖と水だけで作る菓子の基本形のような駄菓子なんですけれど、逆にだから他に加えるものがないんで、とても作るのが難しいお菓子と言われてて、温度と攪拌する量とその日の天候、あと気温ですとかね、そういうので微調整しながら固めるんですけれど、これが焦げるとべっこ飴になります。ですのでギリギリのところ、これ以上やると焦げちゃうし色が変わっちゃうし、そういう微妙な塩梅で揚げるというのがちょっと難しいですね。そしてこれが金華糖作りで一番大事な木型。木なんだね。とても特徴的で、こういう立体的な造作を作るためにこういう合わせの型になってるんですね。でこういうふうに空気抜けのね、こういう筋が通ってる、これによって砂糖を流し込んで空気が抜けることによって細部まで砂糖が行き渡る。仕組みは前に取材した面白消しゴムとかプラモデルの金型と大体同じなんだけど、でもこれ江戸時代からのお菓子なんだろ。その型も昔からあるやつ。大体まあ50年以上昔の木型ばかりですね。例えばこの木型、犬張子の木型なんですけれど、こういうふうに4辺からやってる。そんなこと人間が手で作ったってこと？いや、もちろんもちろん。やるじゃん、人間。そんなコピーとかもないじゃないですか。原案を書いて、はい、次にその原案を写してやってくるような感じね。歴史ある職人さんの神業が生んだ木型、実はこれが鈴木さんの人生を変えるきっかけになったんだけど、
もう自分だけのね。そう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 。こっからが面白いところだから、まずは本題に戻りましょう。わあ、すごい。で、うわあ、すっげえごちゃごちゃ言ってる。すごい絶妙な。わあ、ダメみたいな匂いだ。うん。砂糖を入れたら、くるっとひっくり返す。こうすることで型の表面だけにお砂糖が残って軽い食感の食べやすい金華糖になるんだけど、ただやっぱり壊れやすいんで、型から出す瞬間で壊れるのがすごい率が高くて、これで乾燥させてバリを取って形成して、本当作ってる作り方っていうか、やってることは江戸時代と本当変わらない型から外したら乾燥させるために何日か置くんだけど、ここでミランちゃんに金華糖クイズ、はい、はい、金華糖クイズ。鈴木さんは金華糖作りのプロフェッショナルなんだけど、忘れられない大失敗をしちゃったことがあるんですって。大失敗。さて、どんな失敗？なんだ。3秒で答えてね。3、2、1、どうぞ。砂糖と間違えて塩を使ってしまった。いや、いい答えだね。正解は、たけしさんが来た時にすごい天気が悪くて固まんなかったんですよ、6月で。それで固まんなくて、たけしさんに俺、兄ちゃんバイト買いって言われたんですよテレビのロケで金華糖が固まらなくて、たけしさんにいじられた、でした。じゃあ決まる。お前その話多分100回くらいしてる鉄板ネタだろそんなこと言うたらあかんって。普通にしてたとしてよ。え、ガチでうまいんかな。いや、美味しいっしょ、さすがにじゃない。いや、俺が想像してんのはあのケーキとかに乗ってるあのはいはい、サンタさんね、サンタさんとかのさ、はい、なんかエリアとかであるからね、この地域はさ、この時期これを食べるみたいな、やっぱあったりする、うん、食ってみてえわ。気になる。うまいんだったらさ、塩が出てくるかもしれんけどね。ハズレは塩でしたみたいな。砂糖と間違えて塩が出てくるかもしれない。型に入れた金華糖は乾燥に数日かかるので、ミランちゃんにつないでもらったのでした。はい、はい、ありがとうございました。一週間。おい、金華糖乾いた。はい、いらっしゃい、こんにちは。先週ね、流した金華糖が乾燥したんで、今絵付けをしてるんだよ。絵付けはもちろん完全手作業。小さな筆で一つ一つ丁寧に塗っていく。日が遠くなるような作業なの。楽しそう。楽しそう。何個やるんだろう。一日中これやってるとね、目がね、チカチカしてくるんですよ。じゃあ、いや、忙しい時はね、ピークの時はね、一日も絵付け大会になっちゃって、一人でも絵付け朝から晩までひたすらやって、忙しい時はもう一食にしよう。好きだからやれるようなもんで。絵付けが終わったら最後にもう一回乾かして、飾りがあるタイプにはこれまた手作業で一つ一つ仕上げたら、マジ？これで金華糖完成です。超可愛い。幻のお菓子金華糖は江戸時代から変わらぬ製法で作られていたのね。なんか演技良さそうで。以上、鈴木さんの金華糖講座でした。ありがとう。それにしても面倒な会社だな。お前ちって誰だ、金華糖作ってる家なの。もともとが、あの菓子の卸屋さんなんですね。卸屋さんのお菓子を仕入れて、まあ地方にね、あの卸売りするっていうのが、卸してほしい、うちの仕事だったんですけど、15年ぐらい前に東京で、まあ、唯一作ってた金華糖屋さんが辞めるというんで、工場をもうなくすから作ることができないと言われて、だから万年度はあのお前のところに木型あげるから取りに来いって言われて、えって言われて、もうこの木型っていうのはもうおそらく今の時代じゃ作ることができないんですよ。それで、まあ、もらえるもんはもらっとこうと思って、その職人さんのところにもらえるから。そう、この選択が鈴木さんの人生を変えたのです。虹原漫画劇場、久々。いやー、まさかこんな掘り出し物をもらえるなんて、ラッキーラッキー。仕事させすぎやって。こら、正義。ん？いやー、ママ、どうしたんだい？あんた、とんでもないものを受け取ったわね。
歴史ある伝統の最後の道具を譲り受けた。それはつまり、なんだよこれ、あんたが受け取ったのは伝統を守る責任そのものなのよ。おなんだってそんなに驚くところじゃないやろそんな僕が軽い気持ちで受け取ってしまった。これは軽い気持ちでは受け取ってないよ。江戸時代から脈々と受け継がれてきた文化そのものだったのか。そう思えば軽い。大いなる伝統には大いなる責任が伴う。重たい。分かったピーター。ありがとうママ。僕はこの力を正しく使うために和菓子職人になってみせるよ。こうして鈴木は和菓子職人への道を歩み始めたのだった。洪水起こしてる。何もしわからんことになっちゃってまあなんせ僕はねこうやってやっていかないと、いつの時金華島なんか終わっちゃうかわかんないんで日本全国で本当ね、もう今もうおそらく12、3件ぐらいしかやってないんじゃないのかな。そんなに儲かる商売でもないからしょうがないかなとは思うんだけど、でもねやっぱり寂しいは寂しいですよね。歴史ある文化を守る鈴木さん、その背中には伝統を受け継いだ責任と金華島への大きな愛を背負っていたのです。イブラヒムさん、金華島作り面白いです、はい、ぜひ後継者になってみませんか。にからにね一回相談してもしかしたらね、いけんじゃない？ねね、マジで軽い気持ちで言ってるやん。それではスタジオに実際に用意してもらったということで、はい、食べてみますか。さっきからあの美味しいんかな本当にって疑ってる人がいるから。いや美味しいかな。おお、かわいい。大きいお二人。かわいい。バレちゃん。にゃら写真撮ろうとしてない？ちょっと後でいただこう。写真撮ろうじゃねえ。瞬発力が。かわいい。さあ後で送って。送っとく。ありがとうございます。金魚とかね、その尻尾の曲がり具合が、これ再現するの？赤ちゃんこれ。何これ？じゃあ選んでいいですよ。選んでいいって。というか新人からよろしいんですか、ね、ではちょっとあのめでたいということでおタイをいただこう。あ、一番でかいのいく。じゃあニャラは、じゃあさっき VTR やったニャンコがいいな。かわいいよね。かわいいよね。これなんだろう、ね、かわいい。それ竹門松的な門松、あ、なんかそういう感じかだよね。おめでたそうだね。いただきます。いただきます。おお、あ、まうま。あ、全然くどくない。すごい舌触りが滑らかというか、ちゃんとやってるよ。サラサラと粉粉と、いやまあ的確な例えあるわこれ。でも何ポンデリングの外側の味。確かに的確。ポンデリングの味がする。そう、はい、甘いです。お祝いでもらった金貨とは飾り終わったら砕いて料理に入れたりするのが一般的だったということで。食べてるのか私たち今。なるほどね。その、まあ、その昔ね、その砂糖が貴重だった時代には大層喜ばれる贈り物だったということで。なるほどね。そんな文化を支えたいそこのあなた、そして私の右横に並んでいるあなた方、はい、俺ら、私ですか、万年堂さんは現在オンラインショップでの販売がメインということで。え、素晴らしい。皆さんもご購入できますので。めっちゃいいじゃん。試してみてくださいね。うん、おめでたい。配信中とかさ、糖分足りなくなっちゃうから。わかりますわかります。かじる。ゲームやってる時とかね。これちょうどいい。かじってね。いいな、なんか紅茶とか飲む時もさ。うわ、また紅茶飲みたい。紅茶に入れる。紅茶飲みたいって。紅茶をいただきますか。白砂糖的な扱いを所望します。紅茶とかコーヒーとか飲むときにね、確かに、うん、確かにもう食べてもよし、お料理とかね、お茶するときに使ってもよしということで、まあ思ったよりうめえ。皆様、今日のテーマは砂糖菓子、はい、金華糖だけじゃないのよ。なるほど。でももうちょっと食べるね。伝統的なお菓子の次は進化を続ける最新砂糖菓子だ。まずルーツを、若者の心もバッチリ掴めるはずだよ。ニジバラ追加調査開始。うちケルベロスや酒井。ツイタジョー東京都三鷹市やめやば。天気悪い。土砂降りの中やってきたのはこちらの可愛いお店、その名もシャララシャ。シャララシャいいね。早速中に入ってみよう。シラ君です。こんなことさせたら何やって。どういうこと。今日はちょっと顔恥ずかしいのでこちらで失礼いたします。このちょっぴりお茶目なお姉さんがオーナーの小高さん。名前出すやん普通に。そっちの方は恥ずかしいだろうとか謝るから言わないようにしとこう。気を取り直して。ここは何の店なの。琥珀糖っていう和菓子を作ってます。こちらに準備してあります。こんな感じです。なん
キラキラしてて、なんか宝石みたいだな。なんで外から外観で気づかねえんだよ。いや、いいと思ってスマホ撮りたいんだよな、あの写真って。シャリシャリしたゼリーみたいで、そうなんでかな、これ。これも砂糖菓子なの？はい、寒天とお砂糖でできてる寒天ゼリーの外側を乾燥させてシャリシャリにしてるお菓子です ね、 ね、こちらが乾燥前のものと乾燥したものですね。最初はプルプルなんですけど、乾燥するとすりガラスみたいになってきます。寒天とお砂糖を煮詰めて乾燥させるっていうシンプルな作り方なんだけど、こちらも歴史が古く江戸時代の京都で生まれたと言われています。ちなみに当初はこういう名前だったんだけど、うんうん、そう、金玉糖ね。黄色い琥珀のような色に染めるのが流行って琥珀糖になったと言われています。昔はお抹茶と合わせるお菓子だったので、白っぽい氷みたいにしたものとか薄いピンクがついてたり、少し発火が効いてたり抹茶を効かせたりとか、結構控えめな色が多かったんですけれど、シャララ社ではカラフルな味にしたいなと思って研究を重ね、今の形がありますね。そんな進化した琥珀糖がこちら。あー、形もだけど味もメロンとかブルーハワイ紅茶とか、すげえおしゃれっぽい。そうですね、昔はこういう感じのはあんまり売ってなかったですね。はい、美味しくて可愛い琥珀糖を次々に生み出す小高さん、そのルーツも意外なものでした。え、お前も和菓子屋の娘とかじゃないの？あ、いえ、一般家庭です小さい頃に見ていた絵本がありまして、そこでキラキラの木の実が出てきまして、それが大好きだったんですけれど、大人になった時に琥珀糖に出会った時に、あの木の実が作れるかもしれないと思って、絵本に出てきた想像していた味を再現しようと思い作り始めたのがきっかけですね。幼い頃に見た絵本への憧れが今でも小高さんを動かしているのね。普通にいい話だけど、絵面だけ変なんだよな。突然ですが、奈良香ちゃんに琥珀糖クイズ。琥珀糖はある界隈の人から好かれてるお菓子です。誰でしょうか？さて、どんな人たちに人気でしょう？ヒントは琥珀糖の見た目。それでは3、2、1、どうぞ。最低。お宅が買いに来るんじゃないかな。私は映えを推しとね、並べたくて買いに行ったんですけど、まあ実体験的に色とかもね、いろいろあるから、ここでね、買って作ったから。私オタク、もう、おい、なんやねん、私そういうライバーじゃないって言ってるじゃん、いつも。前回出た時もそんな扱いされた気が。正解は、正解は鉱物、石です。石、琥珀糖っていうだけあって、石食べたい人たちが集まってきます。食べてみたいタイプの鉱物マニアの人たちでした。なんかオタクよりもっと変な、人間って石食うの？いや、そう、ガチで食べてるわけではない。はい、ちっちゃいキラキラしたものをどんな味がするんだろうとか想像しながら来てくれる方が多いですね。はい、その石が本当に食べれたらどんな味がするだろうって想像しながらいろんな味を作っています。そうですね、水晶とかアメジストなんてブドウ石と呼ばれていたりするので、そういう人たちが集まってきますね。元気変なの。子供の頃憧れた絵本の木の実を食べてみたい。キラキラ光る石を食べたらどんな味がするんだろう。伝統的なお菓子が人間のイマジネーションで進化し続ける。どう、トコちゃん、人間も面白い生き物でしょ。うん、面白いね。番組にいる皆さんも琥珀糖食べてみてください。やっぱ普通に顔出した方が良かったんじゃないかな。恥ずかしいって言ってるじゃないのよ、顔出すのは。店行ったら会えちゃうからな。いや、だからミランキャストレル、その一色よく、あ、でも理解できる。サファイアとエメラルドと、ルビーと、ポケモンね、は食べましたね。食べたことある。食ったってこと？あ、小さなやつはそんなにあんまり価値がないので。
砕いて、いや価値がないからって食べるわけではないけど、まあ味はないですよね。そうですよね。ちょっと甘い気がしましたけどね、あのエメラルドらへんは。あのね、変ですよあなた。実はね、そんなことありませんよ。はい、いや、そういう音もあると。え、食べたことある？琥珀糖。俺ですか？うん。いや、琥珀糖がどんなものかちょっと食べてみないと分かんないけど。うん、あ、じゃあ記憶にあんま食べたことあったとしてもそんなない。うんうん、ないよりかな？ないより。なんだっけ、じゃあ。まあ、そのないよりをあるにするために食べていきましょう。ちょっと食べてみましょう。お、かわいい。おしゃれですね。いい。え、いい。めっちゃいい。小瓶に入ってるのとかこれいいな。喜んでるよ。味もいろいろあるみたいですね。味もいろいろ違うらしい。これだからあれじゃない、紅茶じゃない。ソーダ味。メロンとかありますよ。あ、じゃあメロンにしようかな。メロン美味しそう。ファンマークとか作ってもらったりしてね。え、よくこれやっぱ二次フェスで。フェスで、フェスの物品で。発注して。ある、ね、あるでしょう。よろしくお願いします。いただきますか。いただきます。メロン味。いただきます。うん。美味しい。うめえ。な、よかったよ。高評価。うまい出ました。素晴らしい。うまい出ましたよ。なんか普通に可愛くない？そしたの。形がいいよ。めっちゃ。うん、優しい甘さや食感も人気の秘訣ですが、近年話題になったのは食べた時にシャリッとした音。うん。YouTuber による琥珀糖 ASMR が人気となり、はいはいはい、琥珀糖そのものの人気も上がったということで、どこ、ちょっと書き方よ、どこで何か流行るか分かんないもんですね。いや、それ誰が言ったんこのなんか。とのこと。いや、なんか蘭平ちゃんが言う想定のカンペだからこれは。二次三次だと。あのモイラ様や鈴木雅くんが琥珀糖 ASMR やっていたり、うん、狂乱メロコさんは琥珀糖作りの配信をやってましたと。ちなみにですね、小高さんが子供の頃に読んだという本は何という本だったか今でもわからないということで、ロマンチック、はい、真っ暗な森の中にキラキラした実が落ちていて動物たちが食べるシーンと、木の実を土に埋めて生えてきた実をみんなで食べるシーンは覚えているけど、薄いこう記憶で絵本だったような気がするということで、心当たりがある方は教えて、こっちの方が読んであげなさいよ。わかる人がいればぜひ絵本に詳しい人とか。わからないのもね、ロマンチックよ。いやでもさ、これにほら、ずっと琥珀糖を作り続けてこれに再び出会えたらさ、うん、めちゃめちゃ嬉しいんじゃない、この絵本に。あ、確かにね。って思うと、どっちでもいいな、分かっても分かんなくても。もう分かんない時期は十分過ごしたと思うわ。いや、どっちのルートも素敵じゃない、ルートって。二次三次の B 級バラエティということで、うん、今回の二次三次の B 級バラエティはここまで。お勉強になりましたか？美味しかった。なりました。美味しかったです。美味しかった。心がちょっとホッとするような、ねえ、張り詰めてたの最近。いや本当にだからもう、うわ、雨やんとか思って。いいじゃないですか。あったかい気持ちになった。よかったよかった。感じですかね。いや、初のミランと急遽の奈良かどうでしたって。急遽度で言ったら別に MC やってるからね。確かに。俺変わらないけど、私は二度と来ないですけど。あれなんで嫌な気持ちになってんだよ。来た時なんか食わしてもらってるから、まあ食わしてくれるんだったらまあ来てもいいかな。美味しいものが食べられるならね。美味しいね、うん、みんな言うのよ。大変楽しかったですね。あと、うん、ね、いただきましたお砂糖菓子みんなキラキラしてて、うん、本当に宝石のような、うん、記憶とともに私の中では輝いていくのかなと。間違ってね。違いました。すごい素敵。間違ってるぞこれ絶対。いや、これがね、ミランケストレのいいとこなのよ。今日はね、確かあの2回目ぐらいの出演だったかなと思うんですけど。もうちょっと。もう、まあでも私もね、割とあの多分毎回なんか食べてるはず。なんで、まあまあまあ、まあ、次食べ物があってゲスト側ならまあ、うん、MC は二度と一番気楽なポジションならね、うん、はい、いや本来その予定だったんだけど確かに、ね、本来は、まあ、ということでね、早く戻ってきてということで、うん、お大事にみたいな感じで終わろうかなと思います、はい、終わりですか。お楽しみください。ありがとうございますね、 MC やってもらって本当にね、あのお大事に、お大事に、お大事に、早く帰ってきてね。